トラマンチャンネル。はいうん、それでは勝ちました阪神タイガース岡田監督にお話を伺います。え監督今日のゲームを振り返っていただいて監督が考える大きな一つのポイントはどこにありましたか。はい、いやいやもう先発もやっぱり村上ですね,ね、はい、まああのね相手もねボーゲ争ってるというか。 ね、そんな点は取れないなと思ってたんですけどね、だから、まあね、ねっ個まで0点に抑えて、とすピッチングがあってです、ねはい。今日改めて伺いますけれども、えー、村上投手、どのあたりが一番良かったですかいやいや、もういつも通りというか、うん、今日う、無四球じゃないかな、無四球場。だから、まあ、本当、ね、低めに、ね、コントロールよく、ね、いくし。 まあ、あの5回ぐらいまでも,も安心して見てましたけどね、はい、これで2桁10勝目ということになりましたけれども、はいかかがでしょうかいやいや、どうだろう本人も、ね、キャンプから、ね、そんなもう全然、ね、思ってなかったと思うしはまああの、ね、先発ローテーション入ってから、ねうん、のピッチング見てると本当ね2桁勝つんじゃないかなとはね、うん、そういうなんか感じはしてましたけど。 まさにローテーションの軸に、ね、今なってますけれどもそ,そして8回、ピンチの後、うん、え島本さらには9回、岩崎と盤石のリレーでしたね。はいいやいやもう8回まで,でねあと1イニングで、まあ、イニングもあるんだよね村上ね、ね、うんまあ、打順的にもう1イニングいけるかなと思ったんですけど、まあ、あのもう用意してたんでねもし、まあ、1点取られたらねだからまあちょっとねここで、ね、長打、日本出るとは思わなかったんですけど。 ね、うん、もったいなかったかもわからないですね。はい、それと岩崎がですね。これで実行記録を更新する30セーブに到達しました。ね、ああ、そうですね。はいまあ、最後の1点もね。8回ぐらいの1点も多かったと思うしね。ま打、あ、順的にね。ちょうど中軸に回ったんですけど、まほんとずっとね。あのいいピッチングしてくれてますね。はい、それから打つ方ではえー、今日もですね。若い2人のホームランで試合の立ち上がりが主導権を握りましたね。 うんあのー、やっぱり森下のホームランが、ねうん、初回、良かったですね、うん、あれからほとんどカーブ投げれなくなったみたいでね、うん、まあだからね、ねそんなヒット連打というかね、まあ、それは期待できないなと思ってたんで、うん、本当大きなホームランですねタイガースで新人の右バッターで2桁ホームランというのは、<laughs> うん、1980年の岡田彰信選手以来ということになりますけれども。 まだ8本差はあるでしょう、そうですね、ご自身はね、<何>えー、18本でしたから、ねはい、ありがとうございます、はい、そして佐藤選手もここ5試合でこれで3本のホームランと量産対戦に入ってきましたいや、ね、他の打席もね、そんなに、ね、あの内容的に悪くないし、なんかちょっと、まあ掴んだというとおかしいんですけど、なんかそういう感じに見えますね、打席の中でね。はい えー、3連敗さえしなければというお話をされてました、はい、この戦いの前でしたけれども、はい、初戦を取った意味合いというのはいかがでしょういやいや、これはもうすごく大きいし、まあ明日投げる、ねうん、あの大竹にもすごく大きな刺激があったんじゃないですか村上が受賞したんでね、はい、最後にちょっと数字の話で恐縮ですけれども、はい、9月負けなしの6連勝そしてマジックが10ということになりましたけれども、はい、いかがでしょう。 いいやいや、まあ、すぐ減らないんで、まあ、それはもっと減ってからですね、意識するのは、ね、もうちょっと減ってからですね。一桁になって、もう少し数字が小さくなってからですかね、ねはい、明日もぜひ解消を期待しています。あありりががととううごござざいいままししたた